自民党政治を終わらせる。嘘つき。強い言葉を使えば確かに目立ちます。でも、令和新選組の大石あきこさん、それで果たして建設的な議論ができるんでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。10月の5日にこちら収録をしております。いや、国会が始まりました。本当に忙しいですね。もう毎日毎日目まぐるしくですね、いろんな会議打ち合わせ、そして作業があるわけですけども、まあ、ちょっと昨日ですね、宗教法人、旧統一教会にかかる対策の議員立法の話をさせていただきましたんで、今日はちょっと軽めの話題ということで、先の日曜日に日曜討論、NHK の日曜討論に出演させていただきました。3回目の日曜討論となりまして、見ていただいた皆様、ありがとうございます。まあ、政調会長シリーズということで、まあ、各党から政調会長、政策責任者が出てくるんですけども、で、今回は高市早苗さん、前任はね、自民党高市早苗さんだったんですが、まあ、萩生田さんに変わったということで、立憲民主党も小川淳也さんから長妻昭さんに変わって、まあ、初顔合わせというところで、かなり面白い論争はできたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、政調会長シリーズだとですね、まあ、令和新選組さんが大石あきこさんが出演されるわけですね。で、まあ、大石さんはですね、これなんか、日曜討論出るたびにですね、この取り上げているんですけど、まあ、ちょっと YouTube のネタにぐらいさせてくれるというところで、まあまあ結構、強い言葉を使ってですね、ぐわっと自民党と維新の会にですね、まあ、噛みついてくると申しますかね、吹っかけて、論争じゃないんだよな。まあ、糾弾してくるわけですね。吹っかけてくる、わけですよね。まあ、前回に至っては、の日曜討論が終わった後ですね。まあ、感想を述べ合う YouTube 番組で、おときたってやつはなんかムカつく小学生みたいでね、とか、陰口っていうのか、表口っていうのか、なんか、絶望するように批判もいただいた、わけですけども。で、今回もこの日曜討論の中でね、もう自民党政治は終わらせるしかないとか言って、ね、もうとぼけるな、とかですね。もう嘘つきとか、まあ僕も嘘つきとかね、まあ嘘じゃないですか、とか、まあいろいろ言われるわけですよ。で、これに結局、まあ、全く建設的な議論じゃないと思いますし、私も今回は NHK の司会者の方がすぐさま反論の機会をくれましたので、まあ、バシッと言い返して、まあまあ、もうちょっと言いたかった点もありましたけども、まあ短い時間の割にはバシッと反論できたなと、まあ自分的にはまあ、一定程度良かったと思っているんですけども、結局ね、この強い言葉を使って相手に批判する。で、よくよく見てみればわかる通り、まあ中身はあんまないわけですよね。嘘じゃできてないじゃないですか。つまりあなたは嘘つきですということで、まあ批判をしててですね、それはまあ、できてないことできてないじゃないかっていうのは、まあそれ野党なんです。野党仕草として、それはそれなんですけども、だから嘘つきだ、お前嘘つきだ、だから自民党政治はもう終わらせるしかないとか、いや、まあなんか強い言葉を使っても別に政策提案とかですね、まあそこの部分にはほとんど建設的な提案はないわけですよ。で、なんか自民党政治を終わらせるってなんか2回ぐらい言ってましたけども、なこれで終わりだーとか、なんか必殺なんちゃらーとか、もう小学生じゃ、それこそ小学生じゃないわけですからね。なんかもうちょっとね、できてないじゃないか、だったらこういうことをやれるじゃないですか、なぜやらないんですかみたいな、なんかもうそういう話に中心を持ってきていただきたいと、まあいうふうに思いますし、で、結局これ終わった後はですね、まあ NHK の見てる支援者の方々がですね、もう大石さんスカッとしましたみたいな、もう自民党と維新も完全沈黙で論破ですねみたいな、萩生田さんは目も合わせてませんでしたねみたいな、完全にやっつけましたねみたいな盛り上がって、で、東スポさんから、まあ、スポーツ新聞がそういうなんか嘘つきとか言って面白いですから、まあ、見出しにして記事に、するわけですよね。それでまた目立つということで、まあ、これなんかもう支援者向けとしてはそれはなんかもうパフォーマンスとしてはね、すごく成功、ある意味成功してるんだと思うんですよ。で、まんまとそういうネットニュースにも、なるわけですから、まあでもね、その一般の方から見たらどうなのかなっていうふうには思いますし、まあ私ももう、一般の方じゃないので、それを、感触はまあ、測りかねますけども、まあ、スタジオの雰囲気としてはね、もう完全に、もう冷静ですよ、みんな。全然なんか、目も合わさないっていうのは、それなんか、なんでしょうね、聞く意味があるのかなっていうところもあるんだと思いますし、まあ別に、自民党の萩生田さんを評価するつもりはありませんでしたけども、もう萩生田さんなんかもう極めて冷静に、返していてですね、単純なディベートっていうか議論としては、もう萩生田さんに軍配が上がるだろうと、まあいうふうには、思いました。なのでね、まあこういういう強い言葉を使えばテレビ討論番組で爪痕を残すというか強い印象は残せますけども、まあ、それによって何かね、せっかくこの与野党の政策責任者が一堂に会しているわけですから、自分たちが目立とうとかですね、支援者を満足させようということじゃなくて、まあ、この NHK という、まあ、多くの国民の方が有権者の方が見ている中でね、やっぱ政策を競い合う、具体的な政策提言を競い合う場にすべきだと私は思いますし、まあ、そういうことができた方がね、やっぱ日本全体にとっても政治の世界全体にとっても、まあ、いいことじゃないかなと
というふうに思います。まあ、なかなかこういう思いは伝わらないわけでありますけども、まあね、敵対、ライバル関係なんでね、は思いますけども、まあ、こちらとしてはですね、まあ、そういう挑発に乗ることなく、まあ、冷静な議論を心がけていきたいなというふうに思っております。で、今日は衆議院の代表質問、1日目ということで、まあ、自民党と立憲民主党が、岸田内閣総理大臣に質問をしてたという中でありましたけど、明日ですね、日本維新の会からも、馬場伸幸代表、党代表がですね、まあ、党代表になってからは初めて、この代表質問に臨みますので、まあ、我々政調会もですね、まあ、今必死で、原稿をね、会、下書きをしてですね、まあ、最後、馬場代表も当然チェックをして一緒に作り上げているわけですけども、私も代表質問の作成サポートしてますので、日本維新会一丸となってですね、明日の代表質問から本格論戦スタートということで、ご注目いただければと思いますので、よろしくご視聴ご鞭撻と、この YouTube チャンネルにもチャンネル登録やいいね、高評価での応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。